みんなおはようございます。例によってですね、最初は短く、子供バージョンでメッセージしますね。同じ箇所からです。みんなが何かをこうすごく一生懸命に、やったことありますか？学校に行ってたら一生懸命勉強するよね。それから部活に入ってたらなんか運動したりするときにも多分、一生懸命、プレーすると思うんだけど、サッカーだったら、サッカーの練習をしたりとかね。それからみんなのお父さんやお母さんも、多分すごく一生懸命、生きてると思うので、かえみんなの、だってお父さんが仕事をしなければ、お家にも住めないし、それから毎日の、食事もできないでしょ。で、みんなも、それからみんなの家族も、それから周囲の人たちもですね、一生懸命生きてると思うんですね。で、聖書は、で一生懸命やることは大切なんだけど、一生懸命やってもみんなちょっとね、考えてみてください。すごく一生懸命頑張って、うまくいく時もあるけど、うまく いかない時もあると思うんですね。だって限界があるでしょ、ね、一生懸命頑張って、95点取れる時もあるし、一生懸命勉強したけれども50点しか取れない時もあるかもしれないね。スポーツだったら一生懸命練習 しても、で、一番になれる時もあるかもしれないけども、ビリになっちゃう時もあるかもしれないじゃない。それから、友達と仲良くしようと思って一生懸命、親切にしても、その気持ちがなかなか通じない時とかってたくさんあると思うんですね。ちょっとね、みんなに30秒間時間をあげるので、みんなが一生懸命やってること、そしてうまくいったりうまくいかなかったりしてることについてこう考えてみたいと思うんですね。あとでちょっと、ここにいる、人たちにもちょっと聞いてみたいと思うんだけど、すごく一生懸命やったんだけど、なかなかうまくいかなかったみたいな、ね、ことをちょっとね話してもらいたいなと思います。いいですか？じゃあね、みんながヒントになるようにヨジさんのことを話しますね。ヨジさんがもう子供の時があって、思い出す と、ですね、あんまり運動はそんなに得意じゃなかったですね。小柄だったので大抵前から1番目か2番目で、なので運動はそんなに得意じゃなかったですね。だから絵を描くことは好きでした。だから美術の、昔の通知簿は1段階から1、2、3、4、5ってなってて、図画とか考察服とかは5だったんだけど、他は大体みんな3だったんですね。中学校行っても3だったんですね。今2とか1はなかったけどね、なかったけどね、そんな感じでしたね。それから友達とも仲良く、友達はいました。でも友達とこう仲良く一生懸命しようと思っても、友達とこう仲良くなれる時もあったけども、関係が悪くなっちゃう時もありました。それからちょっと大きくなって、今度は受験するようになって、高校に受験したり大学に受験したりして、一生懸命ですね、美術を絵を描く、学びをしたかったので、大学に行く前はデッサンって言って絵の描く練習を予備校に行ってして、でも一番入りたかったところではなくて、2番目か第一志望ではなくて第二志望ぐらいだったかな。そういうふうに、それから今度は会社に勤めました。で、会社に勤めて、
それでそこでもまあ、それなりに一生懸命仕事してたけども、でもなかなか自分のうまくいくようにならないこともたくさんあったんですね。で、それから大きく少し26歳ぐらいになって、今度は、アメリカに行きたいと思ってアメリカに行って、アメリカで、2年間生活していました。その時も楽しいことと、それから、今度は海外の友達とこう関係がいっぱいできたりして、そのいいことをうまくいくときと、やっぱりうまくいかないとき失敗もしますね。だから、でもイエス様を信じてたので、イエス様を信じていたので、うまくいかないときにもイエス様を信頼しながら、生きてきました。ちょっと端折るけどね。でもよかった、イエス様のことを信じてよかったなと思うんです。でも振り返ってみたときに、自分がすごく一生懸命やったからうまくいったというわけではないですね。ちょっと短くお話ししましたけどね。じゃあ今度、じゃあハンガに振っていい？今なんか一つか二つちょっと話して、それじゃあですね、イサクさんは何かありますか？イサクは何かある？背が小さくて、じゃあこっちにしちゃってください。そのまま声が届かない。なんか そんな前で話すことみんな顔見ると喜ぶと思うから、ちょっと変化をつけたい。ちょっとあまりにも大したことなさすぎて恥ずかしいんですけど、小学校の頃は背の高さが前から2番目に低くて、牛乳とチーズをたくさんお父さんに買ってきてもらって頑張って食べてて、やっぱ背の高さは、ね、自分でコントロールできることじゃないんで、少しやっぱ成長しましたけど、やっぱ平均身長以下にとどまってます。背が伸びなかったってことだ。今そんなにイサクは背が低いわけではないですけど、自分が期待、一生懸命生徒が背が伸びようと思ったって伸びないじゃないですか、それ一緒に食べたんでね。だからのりこさんはここに出てこなくてもいいけど、なんかそういうことある？僕母さんも全然平等ですよ。平等ってどういう意味？みんなもお母さんの顔見たいと思って。母さん来る？お母さんちょっと来てください。ちょっと短くていいんで、ここに来てもらって。はい。私というか、府中市では家庭菜園やりたい人に何区画それぞれ1家族これくらいって言って抽選で畑を貸してくれる時があるんですけれども、ハンナがやりたいって言って本当に家族、ヨイさんと私とハンナとルコとみんなで力を合わせて耕して石灰撒いて肥料入れてで植え付けをしたんだけど、結局その畑本当に食べられる実がならなかった。世話もしなかったのが一つの大きな原因なんだけど、なんかそれは大きな、なんかできなかったなっていう思っている。ここからね、歩いて10分のぐらいのところに畑を変えたのね。その畑はこれが4畳半ぐらいの畑で、いろんなものを植えて、最初は面白いから一生懸命育ててるんだけど、そのうちだんだんね、なんとかな、忙しかったりして面倒くさくていかなくなっちゃったのね。でしばらくぶりにどうなってるかなって心配しながら1ヶ月ぶりに行ったらね、うちの畑、周りもたくさん畑があるんだけど、うちの畑だけきれいにこう線が引いてあって5番目のようにね、うちの畑のとこだけジャングルみたいになってですね、ボサボサになって、でもね、なんとなく実はなってましたけどね。
でもそれは一生懸命やらなかったことの結果だよね、どちらかというと。ですね。はい、どうですか、なんかひろちゃんは何かありますか。一生懸命やったけどなかなかうまくいかなかったようなことってある。なんかギターを一生懸命弾いたんだけど、練習したんだけど全然どうにならない。はいはいはい、というようにですね、というようにですね、まあ努力が足りなくてうまくいかない時もあるんだけど、でそういう何かすることはいいんだけど、今度友達との関係とか、それから家族の関係ってもっと、なんていうかな、うまくいかないと心が痛むじゃないですか。一生懸命人に分かってもらいたいと思ったり、それから仲のいい関係を作りたいと思ってもうまくいかない、努力してもうまくいかない時があるよね。で、何を今ちょっと最初にみんなに聞いたかというと、一生懸命やってもうまくいかない時ってあるっていうふうに、そういう話を聞きました。この聖書を一箇所だけ読みますね。詩編の46章の10節を、これはね、口語訳聖書の方ですけど、一緒にみんなにも送ってあるから、それ一緒に読みましょう。いいですか。はい、1-3、静まって私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。ちょっと分かりやすくね、静まってっていうのは、ちょっと一生懸命やるのはいいけれど、ちょっと自分の力で一生懸命やるのはいいけれども、それはちょっと止めて、私のところ、私、神様で全てを知っている、君のことを全て知っている、私のところに来なさい。何でもできる、この世界を、治めている、私のところに来なさい。で、そういう呼びかけなのね、ただじっとしていなさいってことではなくて、私のところに来なさい。それから、自分の頭で考えているのではなくて、私、神様、あなたのお父さんである、私は全ての君の心の中のことも周囲の人のことも、この状況のこと全部知ってるんだから、私が話そうとしていることを聞きなさいってことなんですね。君は自分の力で一生懸命やって疲れてるでしょ、でも私のところに来なさい、少し休みなさいっていうことなんですね。一生懸命やるのはいいんですよ。一生懸命やらないと仕事もできないし、勉強も進まないしね。でももっと大切なことがありますね。それは時々立ち止まって静まって神様のところに行って、神様が語ろうとしていること、神様が君たち一人一人に話そうとしていることを聞くことが大切なんですね。そうすると心が安心します。そうすると自分で考えていたことでないことを神様が教えてくれます。自分のやり方で一生懸命やろうとしてもいかなかったことがあるけれども、でもたくさんあるでしょう。でも神様はこういうふうにしなさいというふうに教えてくれるんですね。それから自分でこういっぱいこう重荷を負って抱えきれなくて疲れちゃってる時に、神様がそれを私によこしなさい、私の手に委ねなさいというふうに語りかけてくださってるんですね。なぜなら神様は君のことを一人一人、お父さんのことも、お母さんのことも、みんなのことを一番よく知ってるから。だからみんなが置かれている状況のことも、どんな、ところをみんなが歩いてるかも、その一番よく知ってるから。そして神様は一番良い、道を知ってるからですね。僕たちにそれを教えてくれるからですね。それが静まって私が、今日のね、メッセージのタイトルはここ、静まって私こそ神であることを知る。静まって私はあなたのお父さんなんだから、私のところに来なさい、私は何でもできるんだから、全てのことを知ってるんだから、あなたのことを愛してるんだから、ちょっと、今やってることを、止めて私のところに来て、それで私があなたに、君に話そうとしてることが
あるんだよ、聞きなさいって、そういうふうに言ってるんですね。それが今日のメッセージのポイントです。静まりなさい、私はあなたのすぐそばにいるんだよ、私のところに行きなさい、私があなたに語ろうとしていることに耳を、傾けなさい。そうすれば、道が開けて、一番いい道を教えてあげるよ。一番いい道というのは、ですね、これからずっと続いていく人生の長い道もありますね。それから、友達との関係、お父さんとのやお母さんとの関係、家族との関係も神様一番良い道を教えてくださいですね。それからみんなに与えている、みんな一人一人には賜物というけれども、神様は、素晴らしい賜物を与えてくださっているんですね。いろんな能力や賜物、それは自分の力ではないですね。それを神様豊かに用いてくださる方なんですね。イエス様は十字架にかかって、私たちのために命を捧げてくださいました。罪は僕たちの罪を許して神の子供としてくださいました。で、新しい命を復活、神の力、神様の力によって3日目に復活して、新しい命を私たちに与えてくださったのね。で、神様の子供にされるってことは、この復活の命っていうけど、イエス様が3日目によみがえった神様の命を僕たちに与えてくださるってことなんですね。この神様の命を僕たちがいただくときには、やっぱり一生懸命しておかなきゃいけないんだけど、でも今度は神様の力で僕たちは生きていけるようになる。それが、イエス様が、十字架にかかって僕たちのために死んでくださって3日目によみがえったことの意味なんですね。神の命は僕たちを元気にしてくれる命なんです。自分の力に頼らないで生きていくことができる命なんですね。神の子供としていつでもお父さんというふうに呼ぶ約束がその中に入っています。いいですか。はい、じゃあですね、ここからは、ですね、大人向けのメッセージをしていきますね。今読んだ箇所をもう一回、読みましょう。今日のタイトルは、メッセージのタイトルは、静まって私こそ神であることを知れという、メッセージです。もう一度今の、詩編の46章 10節を、一緒に読みましょう。これはただし口語訳です。 1-3、 静まって私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ全地に崇められる。詩編46章の10節、口語訳ですね。で、皆さんの、お手元には新改訳聖書もあると思うんですけど、新改訳聖書ではね、静まってではなくて、やめよって書いてあるんですね。やめなさいって書いてあります。やめなさい、言えなさいっていろんな意味がありますけれども、自分の力で戦うのはやめなさい、自分の力で解決しようとするのはやめなさい、自分の力で道を探そうとするのはやめなさい、自分の力で関係を築こうとするのはやめなさい、自分の力で私の働きをしようとするのはやめなさい、そういうことなんですね。自分の力でやろうと、簡単に言うと自分の力でやろうとするのはやめなさいということなんですね。で、やめなければ、自分の力でやろうとしていることをやめなければ、ですね、どういうことかというと、神様に頼ってないということでしょ。すぐそばにいるのに、私こそ自分の力でやろうとしていることをやめて、私のところに来なさい、私が語ろうとしていることを聞きなさい、そうすれば私があなたにとってどんな存在であるかを知ることができるから。どんな存在ですか。さっきも子供向けのメッセージで言ったけども、この方は私たちを子供として愛してくださっている方ですね。誰よりも私たちのことを知っていらっしゃる方ですね。一人一人のことを、生まれた時からこの時に至るまで、ですね、これからのことも知っていますね。今分かっている状況も知っている、私たちの心の、皆さんの心の一番奥深くで起こっていることも、自分でも気がつかないことも知っている方なんですよ。で、その方は
読み方なんですね。それでこの周りがどんな今世間は、ですね、恐怖恐れで満ちています。この世界を恐れで満ちています。でも神様の治める神の国は良き方である、愛と恵みによって満ちておかれる、おられるお方によって治めておられるんですね。そこに私たちは住んでいるわけですから、その私に頼りなさい、あなたを愛して子供として愛してこの世界全てを治めている私のもとに来なさい、私があなたにわからないことをあなたに語りたいことがあるんだから、あなたにのがあなたが進んでいく最善の道を教えてあげるから、そういうことなんですね。そして自分の力で何かをするのをやめて私に頼るときに、私があなたの代わりに戦ってあげるから、私があなたの代わりに解決してあげるから、それが、聖書の語っている、約束なんですね。イスラエルの民というのはそういった意味で自分でやかがっていたんですね。神様に完全に頼らなかった、頼ることを途中でやめてしまいました。自分での力で周りにいる敵と戦おうとしたわけです。それから自分のいろんな問題あったんだけど、それを自分の力であれこれ考えて解決しようとして、ますますドツボにはまっていったんですね。神様が離れてしまった。そのイスラエルの民に向かって、やめなさい、自分の力であれこれやるのはやめなさい、私のところに帰ってきなさい、そして静まって私が語ろうとしていることに耳を傾けなさいというのが、この聖書の、箇所のメッセージなんですね。静まってというふうに口語訳で書かれています。新改訳ではもっとズバリやめなさいって書いてあるんですね。さてさて、ですね、コロナウイルスの感染が日本でもどんどん広がって、います。で、皆さんにちょっと質問したいんですけども、今日本の政府が、首相たちが、官邸が、願っているんだけどもなかなかできずに苦労していることがあるんですが、それは何だと思いますか？イサク、何だと思いますか？ステイホーム。そうですね、はい、そうですね。それは日本国民にじっとしていてほしいんですね。仕事に行かないで家に行ってじっとしていてほしいんですね。やめてほしいんですね。でもそれを強く言えないから、苦労してちょっと宿泊しているわけですね。家に今やってることをいろんな理由がありますので、なかなかやめられない、仕事に行かないで、遊びに行かないで家にじっとしてほしい。でもですね、ちょっとなかなか家にいてくださいみたいなお願いで止まっちゃってるわけですね。でも世界各国を、諸国を見ると、国境が閉鎖されたり、交通が遮断されたり、航空機が飛ばなくなったり、もうほとんど航空機飛んでないですからね。それから工場が閉鎖されたり、日本の、海外の自動車、大きな自動車工場も今ストップしちゃっていますよね。それからレストランは閉店して、もちろんその遊園地みたいな、ディズニーランドみたいなところもみんな閉鎖しちゃってるわけです。それから教会はどうでしょうか？教会も、ですね、ほとんどアメリカでもヨーロッパでもみんな閉鎖して、クリスチャンは集まることができないので、一緒に集まることができないので、今インターネット礼拝をしてますね。今日は吉屋家族も家にいて、ちょっとイサクとヒロちゃんとハンナに、応援に来てもらって、家族だけでこちらでは集まっています。なぜね、止められないかというと、日本は、先進国ですので、経済の規模は大きいですね。その経済をストップすることがすごく政府は怖いわけですね。すごい、ものすごく大きなものが、すごいスピードで毎日毎日動いています。それを急に止めることはできないんですね、なかなかね。新幹線って時速300キロ以上で走るんですか？それを、急に止めることってできないでしょ。これから最近で言うとオリンピックがいい例ですよね。オリンピックとうとう延期になっちゃいました。でもオリンピックの準備をするために、日本政府と大企業が、それからメディアも
一生懸命ですね、全勢力を傾けて何年も何年も準備してお金をかけてですね、整備してね、インフラを整備してですね、準備して、反対する人もいましたけれども、準備してきたわけですね。で、それを急に止めることっていうのはなかなかできなかったんですね。延期、今延期っていう形になってるけど、来年それできるかどうかも分かりませんけれども、そのように進んでいることを急に止めることってのはすごく、人間にとって大変なんですね、国にとっても大変なんですね。ですね、じゃあ今度は皆さん一人一人のことをこう考えてみましょうか。さっき子どもたちのメッセージの中で言ったけど、僕たちって忙しいですね。主婦であったとしても、それから会社を勤めされている皆さんにとっても忙しい毎日を送っています。残業も結構、この教会のメンバーの方たちもですね、結構残業が山積みになってたり、学校の先生の方もいらっしゃいますけど、学校の先生もたくさんこう、ですね、授業以外に、事務作業がたくさんあって、大変です。一生懸命やれば一生懸命やるほどですね、僕たちの毎日っていうのは、一生懸命やることは大切なんだけども、忙しくなってしまうんですね。で、学生はどうですか。例えばね、サラリーマンだったら、サラリーマンだったら政府がどんなにお家にいてくださいって言っても、会社の経営者が会社に来て働いてくださいって言ったら行かなきゃいけないじゃないですか。それから学校はどうですか。学校もずる休みする人はいないと思うんだけど、学校を開いて、学校が休校でなければやっぱり学校で勉強しなきゃいけないですね。僕は結構ね、遅刻ギリギリでいつも自転車で飛ばして時々遅刻しながら行ってましたんで、朝寝坊だったんでね。でも学校をずる休みすることはなかったですね。学校が開いてたらやっぱり行かなきゃいけないですね。じゃあクリスチャンはどうなんでしょうかね。クリスチャンは日曜日に教会で礼拝をやってるから、忙しい時間の合間を縫って教会に来て、あ、礼拝に来たぞって、みんなと一緒に礼拝しようってことなんでしょうか。どうでしょう。この社会っていうのは一つの方向に向かって、進んでいるんですね。さっきオリンピックの例を出しましたけど、オリンピックやるぞって言ったらば、日本政府の、資金を結集してですね、結集して、僕たちの税金も入ってますけど、結集して企業も協力して、テレビ局も協力して、海外の、リーダーたちも協力して日本で、オリンピックやることは進んでいます。それを急にパタッと止めることが難しい、いい話をしましたね。延期に今なってるけど、僕たちの人生も同じで、頑張るぞ、一生懸命やるぞっていうふうに、勉強したり仕事をしたりして、何かに向かって進んでいます。それを急に止めることっていうのは僕たちにすごく難しいんですね。さてさて、最初の質問を、思い出してくださいね。一生懸命やることは大切です。でもそれを自分の力だけでやっていませんか。自分の正しいと思う方向に向かって進んでいるんではないですか。聖書の中には悔い改めるって言葉がある、出てきます。旧約聖書の中では立ち返るって言葉が使われてるね。悔い改めるも立ち返るも同じなんだけど、何か悪いことをしてたことを、懺悔してごめんなさいという、もうやりませんってことはなくて、悔い改めるとか立ち返るっていうのは、今やってることが神様と願ってる方法と全然別の方ならば、方に向いているならば、その向きを神様の方に変えなさいっていうのが、神様に立ち返る、悔い改めるってことの意味なのね。静まってやめなさいっていうのは、その神様の方に向きを変える最初のステップなんですね。必ずしもそれ、向きを変えるっていうのは、なんか悪いことをしているところから、ですね、後悔してですね、謝罪して神様のところに戻ってくるという意味に
だけではないですね。そう、ほんの一部分、一部分ですね。自分の力でやっていることをやめて神様の方に向きを変えて神様に頼る生き方をしていくというのが悔い改めのもうちょっと広い意味ですね。立ち返るということの広い意味です。静まることの、ね、意味についてねちょっと考えてみましょう。さっき日曜日の礼拝について少しお話の皆さん投げかけました。で、今日こういう状況になるとみんな教会に集まって、来れないわけですけども、じゃあ礼拝ってなんだろう、それから教会ってなんだろう、教会これ建物とした教会、それから礼拝ってのは日曜日に集まって賛美したりメッセージ、することの礼拝、その一部分はありますよ。でもイエス様はこういうふうにおっしゃってたでしょ。ヨハネの福音書の4章23節に、こういう言い方をしてます。そこをそのまま引用しませんけれども、こう言ってましたね。どこでサマリアの女にこう言いました。どこで礼拝するのが大切なんではないよ。その礼拝の仕方とかどこでということになって、礼拝者として生きていくことが大切なんだよというふうにイエス様に言いました。礼拝者って礼拝っていう言葉もちょっと、噛み砕いて説明すると、神様を愛していくこと、神様と一緒に私たちを作ってくださった神様と、一緒に歩んでいくこと、神様に心を向けていくこと、神様に尋ねること、それが全て礼拝なんですね。だから礼拝っていうのはプログラムではなくて僕たちの毎日の生活の生き方なんですね。もちろん、仕事人間である以上いろんなやらなければならない仕事、クリスチャンであるならばミニストリーとか働きとか奉仕とかありますよ。じゃあこういうふうにみんなに質問しますね。神様は人間を仕事をさせるためにお作りになったんでしょうか。自分のために奉仕をさせるために、神様は人間をアダムとエバ最初の人を作られたんでしょうか。のりこさんどう思いますか。違います。どうですか。はい、どうでしょうかね。仕事はあったんですよ、エデンの外でも仕事があって、でもそれが、目的ではなかったですね。神様と共にこの世界を治めるという大きな役割が、与えられて、ものすごく大きな役割が与えられていました。神様と一緒に管理者としてこの世界を、良いもの、良い世界を立て上げていくという大きな、責任が与えられていました。責任があったんですよ、人間には。仕事もあったんですよ。でもそれ自体が目的では、なかったわけですね。大きな大きな責任と大きな大きな役割が与えられていました。でもね、どうですか。じゃあ、創世記の1章2章を開いて読んでいったときに、アダムとエバは毎日、残業をしてヘトヘトに疲れ果ててストレスの中で弱り果てていたと書いてあるんですが、どうだですか。ないですね。で、仕事もあった、それから大きな役割と責任もあった。でもそこには何のストレスもないし、何のこう疲れもなかったですね。なぜならば仕事自体が目的ではなかったから。仕事もあったんだけれども、それ自体が目的ではなかったんですね。聖書の、創世記の、最初の部分にフォーカスを当てて見てみると、神様の視点というのは、神様の視点というのは人間が何かをしたかということよりも人間との関係にフォーカスが当てられていたんですね。アダムとエバをパートナーとして、愛する対象としてですね、共に働くことを喜んでいらっしゃったんですね。ここにヒントがあるんですね。アダムとエバ最初の人は神様のために、神様が自分のために働かせるためにお作りになったのではなくて、神様が共にこの世界を作っていくパートナーとして
人間は作られたんですね。共に働くものとして、共に共有、全てを共有するものとして、アダムエヴァ見てごらんよ、この私が作ったこの世界こんなに素晴らしいんだよ、私はこの世界をあなたに収めてほしいんだ、あなたが生き生きと伸び伸びとこの世界の中で生きてる姿を見ているのは私は嬉しいんだ、そういう関係があったんですね。さてさて、クリスチャンであったとしてもですね、すごくこう忙しくなってしまうかもしれませんね、こういうことですね。神様のために何かをしよう、それは決して間違ってない。神様のためにこの教会をもっといい素晴らしい教会にしていこう、それも決して間違ってないですね。神様のためにもっともっと人が救われてきて大きな教会にしよう、それも間違ってはいないでしょう。それからどん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 、伝道していこう、それも決して間違ってはないですね。でももっと本質的に大切なことがあるんですね。さっきの2つの、考え方です。1つの考え方は神様のために何かをするという考え方、もう1つの考え方というのは神様と一緒に何かをするという考え方、似ていても違う、両方とも働きあるんですよ、似ていても違うんですね。なぜかというと、どこが違うのかというと、前者、最初の方は仕事、働きにフォーカスが与えられている、向けられている、もう一つの方は関係にフォーカスが向けられて、いるんですね。神様はイスラエルの民を選んでご自身の民とされました。イスラエルの民には役割がありました、責任がありました。でもそれ以上に大切なことが旧約聖書を読むと、フォーカスが与えられているんですね。それはご自身の民とされたイスラエルの民が神様との関係の中に生きることですね。神様と全てを共有して、神様と喜びを共有して、誠の礼拝者として生きていくことを神様は望んでおられたんですね。静まることの意味はそこにあります。自分の力で、あなたは自分の力で、私のクリスチャンであるならば、あなたは自分の力で、私の、仕事をしようとしてるんですか。イエス様はこうおっしゃったでしょ、私は父から離れては何もすることはできませんとおっしゃってたよね。それから私と父は一つですとおっしゃってたよね。イエス様は働きをしました、イエス様は忙しかったです。でもイエス様の関心というのは父と一緒にいるかどうかだけに向けられていました。イエス様の父である神様の関心はイエス様が何かをするかという何かをするかということよりも、イエス様がを通してご自身がどんな方であるかをこの世界に表すことの方に向けられていたんですね。私と父は一つですというのはそういう意味です。二つ目に今ちょっと触れましたけれども、安息の意味についてもう一回考えてみましょうね。礼拝の意味も通じてくることです。人間は言いますよ、父なる神との愛の関係の中に生きるために作られたのであって、神様のために働くために作られたのではないということですね。働きでも誤解しないでくださいね。働きが必要でないとか、働きがないという奉仕が必要でないということを言おうとしているのではありませんね。言おうとしているのは働き自体が本来の目的ではないということです。主イエスはこのように言われました。マルコの福音書の2章の27節いいですか。はい、じゃあここはじゃあ一緒に新改訳聖書です、一緒に見ましょう。安息日は人間のために設けられたんです。人間が安息日のために作られたのではありません。この点でパリサイ人や律法学者たちは的を外してしまったんですね。彼らは一生懸命自分の力で律法を守ろうとしていました。神様に従っていこうとしていました。安息日に関してはですね、さまざまな決まり事を作ってですね、働いてはいけないよという厳密に厳しく守って、また周囲たちに守らせようとしていたわけです。でもイエス様はそういう人間の決めた
決まりごとには、縛られない方でしたね。自由に病んだ人がいれば癒された。それから、ですね、困った人、福音を聞く、必要がある人がいればそこに出かけていって神の国の福音を語りました。イエスも全然縛られていなかったんですね。そのイエス様はこう今読んだ、この箇所を語ったわけですね。安息日は人間のために作られたわけではない。人間が安息日は人間のために設けられた。安息日があるのは人間のためなんですよ。人間が安息日のために作られたのではないですよというふうに言ったんですね。創世記の話をたびたびしますけれども、見よ、すべてが良かったというふうに、人間をこのすべての被造物とパートナーである人間を作られたときに神様は感動されてそう言いました。それはアダムもエヴァも最初の人間が何の働きもしていないときにご自身が作られたものが、すごく喜ばしい、神様にとって心を躍らせるようなですね、麗しい調和の中に作られていたからですね。私たちはそのように作られているんですね。神様との関係の中に、生きるように作られているんですね。安息日の意味はそこにありますね。3つ目に今度はですね、かといって働きがないわけではないですね。私たちはなぜならば聖書の中で働き人というふうに神の道路者とも呼ばれています。ある箇所で、イエス様は収穫の働き人が起こされるように祈りなさいとも呼びかけていらっしゃいますね。で、この私たちはクリスチャンはそういった意味で神様からたくさんの仕事を託されているんです。やらなければいけないことはたくさんあるんですね。限りある人生の中で、それからこの世の中がこんなに揺り動いて週末に、週末に向かって進んでいく中で時間がどれだけあるかは分かりません。でも、イエス様はこの地上の生涯の中で3年半しかなかったんですね。この生涯ね、その中でやるべきことを全てやったんです。そういった意味で僕たちがしなきゃいけないことっていうのはたくさんあるんですね。責任もあるし、それから働きとか、ミニストリーもあります。でもね、神の国で問われているのは私たちの、こなす仕事のスピードとかね、大きさとかではないんですね。それは私たちの能力にかかってくるでしょ。この社会はどうですか。必ず仕事には締め切りがあって、それまでに仕事をこなさないといけないじゃないですか。それから宿題だってそうでしょ。宿題だってこの日までにちゃんと宿題とかレポートを出さなければ、留年しちゃうわけでしょ。大学生であればね、わけでしょ。それから営業マンであるならばノルマが課せられていて、それをこなしていかなきゃいけないわけでしょ。世の中の基準っていうのはどれだけ僕たちが私たちが達成できたかにかかってるわけですね。でも神の国はね、随分違うんですね。神の国というのは、神の国の基準っていうのはもちろん、一生懸命僕たちは神様のためにすべきことをしていかなきゃいけない。でも神様がご覧になっているのは僕たちがどんなに上手にできるかとか、どれだけたくさんやったかとか、どれだけスピーディーに仕事をこなしていったとか、効率よくやったとか、まあ、それ大事じゃないとは言ってないですよ。きちんとしてた方がいいでしょう。しかし神様のイエス様の目っていうのはいつもいつもその人の動機に向けられているんですね。なぜ私たちの動機はどこにあるのか、自分の力でやろうとしているのか、それとも私、天の父である私と一緒にしようとしているのか、私と神である私と喜びを共有できるかどうか、私の願っていることをしようとしてそれをこの人は喜んでいるかどうか、そこに神様の目って向けられていると思うんです。そうなんですよ。でだって教会で一生懸命
もちろん、こうやってメッセージ準備したりとか、いろんなことをプログラムやったりして、うまくいくときとうまくいかないときってたくさんあるわけですね。人々との関わりもそうです。人々との関わりっていうのは、その人お一人お一人の、バックグラウンドがあったり、個性があったり、多少傷ついていたりとかするので、難しい部分がありますね。お互いにこう関係作ってことする。うまくいくときもあるし、なかなかうまくいかないときもある。家族であったとしたらそうですね。でも私たちのそういう関係を築いていくことの中にあっても、私たちが上手にできるかどうかっていうのも動機が問われているわけですね。本当に神様を心から喜んでいるかどうか、神様は私たちを喜んでくださっていることを知っているかどうか、神様のが私たちを許してくださったその犠牲の大きさを感謝しているかどうか、復活の命を与えられてその生かされていることにいることのありがたさを私たちはいつも喜んでいるかどうか、それが私たちの働きの動機でないと、いけないと思うんです。神様の働きであっても自分の力で自分のこれがいいと思うやり方でやったとしたらば、それはどこかでですね、疲れちゃうと思うんですね。なぜなら自分の能力でやろうとしているから。能力ではなくて動機が大切だということを今、お話ししています。神様のために何かを達成し、もう一回言いますよ、神様のために何かを達成しようとして自分の力でやっているならば、遅かれ早かれ僕たちって疲れちゃうんですね。できなくなっちゃいます。そもそもそうですよ。神様って僕たちの、助けを必要としていますか、イサク。お手伝い、僕たち神様って全てお出来になる方だから、僕たちの助けをそもそも必要としてないんですよね。でも神様は私たちと共に働きたいと願ってらっしゃるですね。そういう関係が、あります。神様は私たち一人一人との関係を求めてこられるんですね。一日一日を私たちと共に歩みたい、語り合いたい、喜びを共有したい、平安を分かち合いたいというふうに願っておられるんですね。マタイの福音書の11章28から29節を一緒に読みましょう。はい、いいですか。1-3、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の息を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の息は追いやすく、私の身は軽いからです。最初の、投げかけ、質問というか投げかけあります、皆さんはこう一生懸命、生活していらっしゃると思います。何か一生懸命働いたり、教会であれば教会の奉仕をしていらっしゃると思います。神様愛してらっしゃるから。しかしそれを自分の力でやろうとしていませんかということなんですね。それは僕自身に対する問いかけでもあります。そういう私たちに対して静まりなさい、自分で力でやろうとするのはやめなさいというふうに神様は問いかけてこられるんですね。語りかけてこられます。静まる、そして自分の力で、一生懸命やることをやめる。仕事がなく、何にもしなくていいってことじゃないから、誤解のないようにね。そして静まって神様のところに立ち返って、そこで時間を過ごす。神様からの語りかけを受ける、神様からの願いを受ける。そこからもう一回始めていくということなんですね。その時に
全て僕たちが疲れて、僕たちがストレスを感じたり疲れるというのはそこに原因があるわけですから、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあります、自分の力で戦うのはやめなさい、自分の力で解決をしようとするのはやめなさい、私のところに来なさいと言ってますね。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首を折って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。首切りというのは、今絵がないですけども、農作業をする牛がいてですね、その牛が一緒に働けるように、畑を耕せるように首切りがかけられています。でその首切りの後ろには、荷台があって、たくさん荷物が、ですね、穀物が疲れつ山の上に積まれていたり、あるいは畑を耕す、農耕器具が、クワがですね、大きなクワが引かれていたりするわけですね。で私たちが自分の力でそれをやっていこうとしたら無理、所詮無理なんですね。でもイエス様と共に首輝きを追っていくならばですね、イエス様がその重荷を、追ってくださるんですね。私たちはイエス様との歩調と合わせて共に歩んでいくんですね。イエス様はそれを喜んでくださる方です。そうしていくときに私たちの心には回復が与えられて、そして、平安がの中を、神様と共に進んでいくことができるわけです。静まって私こそ神であることを知れ、今日のメッセージの、タイトルでした。お祈りします。主なる神様、ありがとうございます。私たちはあなたから復活の命を与えられています。この命はいただいている私たちは自分の力で戦っていくことを放棄して、自分の力で解決を求めていくことを放棄してやめて、また自分の力で良い道を探していくことをやめて、あなたに信頼していく、そういう立場が与えられています。あなたの復活の命は私たちに平安を与えてくださいます。あなたの復活の命を通して神の願いが、神様私たちに願っておられることを私たちは知るようになります。もはや自分の努力や自分の判断や自分の知恵によってではなくて、あなたに全く私たち自身を明け渡して、誠の礼拝者として生かしていく、生きていくことができる、そのような力がこのあなたの命のうちに宿っています。あなたは私たちをお作りになった方です。一人一人をユニークに、あなたのユニークな賜物が一人一人の中に与えられています。でもこの賜物を私たちは自分の力で使うことはできません。あなたに信頼します。どうぞ私たちをあなたの道具として用いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、メッセージは、これで、終わります。LINE で皆さんにご案内 していますけれどもですね、当面、非常事態宣言が解かれるまではですね、こういった形でインターネット恋愛を通して、皆さんにと共に神様の言葉を分かち合っていければなと思います。でそれから、またZoom というビデオ、ミーティングのビデオ会議ビデオミーティングのアプリを、スマホとかパソコンに、インストールしていただいて、リーダー会のに、用いていったりとか、それからそれぞれのスモールグループの中で使い始めて、います。で今は、皆さんが一緒に集まるときはそれぞれこう分かれてスモールグループができましたけれども、今後はですね、来週から、いくつかの、準備のできている方たちで、この恋愛、インターネット恋愛が終わった後に、Zoom でこうスモールグループを持っていただけたら良いかなと思います。で Zoom をインストールされていない方はまたご家族の中で
PDF で、資料をお送りしましたので、ご家族単位で、分かち合いの時を持っていただければ良いかなと思っています。水曜日も、ですね、今ちょっとお休みしていましたけれども、Zoom で、今週の水曜日は Zoom で普段参加されていない方も参加していただいて、交わりを持てればいいかなというふうに思っています。とても、やっていただいた方たちはすごく楽しく分かち合いの時を持てて、いるんですね。何組か、町田の、宮緑山のグループ、それから水曜日に集まっておられる3人ぐらいの、主婦の方たちのグループ、それから土曜日に集まっている若者たちのグループ、それから今日の午後は、世話役と、何人かのリーダーの方たちと一緒に、ミーティングをズームで持とうと思って、います。2時から始まりますので、参加ください。で、そのようにですね、ちょっと、そういったツールというかアプリを利用しながらも関係を、築いていけたらなと思うんですね。でむしろ Zoom を使っていることでこう関係が近くなってくるような、感覚もありますので、ぜひですね、この期間にまだインストールされていない方はインストールされて、それから、それぞれでこうスモールグループを持たれていかれるといいかなというふうに思います。はい、ではですね、一回これで、この礼拝は閉じます。皆さん、じゃあここにいる方たち、リレーの方にちょっと出てきていただけますか。で、神様の祝福があります、イエス様の神様の祝福がありますようにって挨拶してください。いいですか。はい、神様の祝福がありますように。1の3、神様の祝福がありますように。はい、感謝します。